弾丸論破、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、処刑が終わった後からですね。正直驚きの内容ってやつだった。キリギリさんを信じると言った直後にもかかわらず、簡単には信じられないような話。だからそれを自分の目で確かめるために、僕は夜になるのを待った。そして、夜時間になったところで、僕は行動を開始したんだ。そう。学校2階男子トイレ。あそこには監視カメラもモニターもない。そこにある、用具置き場。その奥よ。何が？男子トイレの用具置き場の奥って言うけど、本当にそこにキリギリさんが言っていたようなものがあるのか？ここ？奥。見た限り普通の用具置き場だけど、本当にこの場所にキリギリさんの言っていたような秘密が隠されているのか？なんか若干違う。なんかずれてる。キリギリさんが言っていたのって、用具置き場の奥だったよな。だけど奥も何も。なんとなしに用具置き場の奥の壁に手をついてみた。すると突然、何かに吸い込まれるように。おぉ、すごい、どんでん返しだ。ガタンという大きな音が、聞こえ。それと同時に僕の体が壁を突き抜け。わけのわからぬまま。僕は用具置き場の奥の部屋へと倒れ込んだ。え？つまり、用具置き場の奥の壁は回転ドアのようになっていて、僕はその向こう側へたどり着いたのだった。キリギリさんの言っていた通りに。そう。学校2階のトイレ、そこにある用具置き場、その奥よ。その奥に隠し部屋があったの。ここがその隠し部屋。ここに何があるんだ？なんかすごい紙が。書き損じみたいなのが、ん？すごい量のファイルだ。歴代の卒業アルバムなんかも並んでるみたいだ。どれも埃が被ってるみたいだけど。その中でひときわ僕の目を引いたのは、女の隅っこにある一冊のファイル。希望ヶ峰学園在校生名簿。これだけ埃を被っていない。つい最近誰かが手にした。僕は何気なくそのファイルを手にし、だが、ファイルの中身より先に、僕の意識はそのファイルから落ちた一枚の紙切れに向けられた。こっから出てはいけない。なんだこれ。こっから出てはいけない。なんだか変なメモだな。こっから出られないならわかるけど、こっから出てはいけないって。なんだ。この頭のモヤモヤは、妙な違和感。デジャブのような、こっから出てはいけないって言葉。僕は前にも、どっかでこの言葉を。だけど、思い出せない。自分で書いたのかな。僕は何を知ってる？僕は何を知らない？僕は。うお！頭の中で妙な音が鳴った。脳みそが激しくシェイクされる音。その直後、暗闇になった。わけがわからない。すべてがわけがわからないままを始まり、終わった。そして目を覚ましたのは、しばらく後のこと。出て。どうやら殴られて気を失った。ということだけは分かった。頭部の鈍い痛みがそう物語っていた。だいぶないけど、もう。空の本棚？ない。なくなってる。卒業アルバム、在校生名簿、それに、床に落ちたメモさえも、すべてがなくなっている。どういうことだよ。だけどそれ以上は思考が働かない。頭部の鈍い痛みが全身にまで広がっていた。とりあえず、一旦部屋に帰って、休もう。これキリギリさんに絶対怒られるじゃん。重い体と途切れ途切れの思考を引きずりながら、僕は自分の部屋に向かって歩き出した。そしてなんとか学校1階までは戻ってきたんだが、歩いたらますます気分が、目がぼやける、視界がうまく定まらない。僕はまずその場にうずくまってしまった。と、その直後だった。ん？
遠くから音が聞こえる。かすかだけど確かに。この音って、体育館の方かな。ふらついた体を必死に体育館前のホールまで運ぶと、音はますます激しさを増していた。なんだ？何か起きている。いや、起きてないわけないよな。この体育館の中で。なんだろう。そっと体育館の中を覗き込んだ。すると音はさらに激しさを増す。何やってんだ？ズバババってなんだよ。おお。目の前で繰り広げられる人間離れしたバトル。いや、その片方は確かに人間ではないのだが、とにかく僕はその戦いに釘付けになった。動くことも息をすることさえも忘れるほど。お前どういうつもり？答えろよ。どういうつもりなの？僕に逆らおうなんてさ。さくらちゃん、約束が違うじゃん。約束…内通者なのか、さくらちゃん。我は決めたのだ。もう光る、もうこびぬ、もう顧みぬと。サウザーじゃん。我は決心したのだ。お前と戦うと。あ、そう。でもさ、そんなことしてどうなるか分かってるの？っていうか、さくらちゃんと互角のモノクマって何？忘れちゃったわけじゃないよね。人質の剣。なんだこれ。なんだよこの会話。人質って、人質に取られてて脅されて、家族とかかな。人質に取られて脅されて、その結果内通者やってるとか、そういう感じか。もしかして黒幕の内通者って。第三章エンド。減ったねー。結局これ誰が残るんだろう。さすがにな、主人公一人だけってことはないと思うんだけど。ジャスティスロボもらった。前園さんが桑田くんに殺され、江ノ島さんがモノクマに殺され、桑田くんが処刑され、藤崎くんが大和田くんに殺され、大和田くんが処刑され、石丸くんが山田くんに殺され、そして山田くんがセレスさんに殺され、そのセレスさんが処刑され、そして今に至る。セレスさんの事件から一夜明けた朝の食堂。5人だけになっちゃったね、ここに集まるのも。最初にスタートした時の3分の1の人数だべ。寂しくなって当然ね。そうだな。でもプラス2人いるんだよな、メンバーとしては。それにしても昨日のあれは何だったんだ。意味がわからない。大神さんが黒幕の内通者、それって本当なのか。ないよ、どうかしたの？あ、うん、なんでもないんだ。みんなの前で聞くわけにいかないよな。なんか殴られたことに関しては触れないのか。そんなことしてもみんなを混乱させるだけだ。よし、じゃ、ぶっ倒れるまで食べよう。え？じゃあってなんだべ。だってみんな怖い顔になってるよ。お腹減ってんじゃん。きっとお腹いっぱい食べれば元気になるよ。だから食べようよ。よし、ドーナツと焼き魚をぶっ倒れるまで食べようよ。頼ってんな。ディープインパクト級の世紀末的な組み合わせだべ。え？なんで？どっちも朝の定番だよ。だけど倒れるまでというのは困るわね。この後みんなで探索しないといけないんだから。ああ、そっか、処刑があったから広がってんのか。なるほど。学級裁判後の探索か。また行ける場所が広がっているはずだからね。そう。それに私たちはアルター英語だったよね。この状況の全てが絶望ってわけでもないわ。
そうだよね。前向きに考えないとね。そうそう、暗いことじゃなくて明るいことを考えようよ。ダメ。こっから助かった後のこととかな。リアルな話。俺こっから抜け出せたら真面目に生まれ変わろうって思ってんな。それは大丈夫？死亡力バリバリのセーフだけど。うん、大丈夫だべ。俺は知らん。なぜならもう殺人は起きん。ねえ、何を根拠に断言したの？俺の占い。昨日の夜占ったんだ。俺の占いで出てた以上間違いないべ。されど、お主の占いは当たるのか？20% もしくは 30% の確率でぴったり命中。うん、曖昧だし微妙だね。オカルト話じゃ、たまにしか当たんねえのは当然だべ。超能力じゃねえんだ。オカルトは信じねえんだ。俺の占いをオカルトの類と一緒にすんだって。まあ統計学だからね。占いってオカルトじゃないんだ。ちげえ、ダントツで違うべ。占いは占いだべ。キャトルミューティレーションなんかと一緒にすんな。え、キャトル何？それは都市伝説よ。宇宙人が牛なんかを連れ去って調査目的のために解剖してるって言った類の。キャトルミューティレーションはあれだろ、血とかを抜かれるやつだろ。連れ去る方はアブダクションだよ。実際、いや、都市伝説と言い切れるかな。こんな話がある。俺の体験なんだべ。うん、その日俺はハンバーガーを買いに行ったんだ。その店は初めて入る店だったが、ビーフ 100% のパティが売りだった。俺は早速バーガーをテイクアウトし、そして家路を急いだんだけどよ。そん時だった。だべ、なんと突然空から開口線が。その開口線は俺のハンバーガーめがけてまっしぐら、瞬く間に俺のハンバーガーを連れ去ったんだべ。そしてその直後、空中で静止したハンバーガーはいきなり分解され始めたんだ。そして一部がそのまま連れ去られ、残りは俺の手元に戻ってきたんだべ。これがどういうことかわかるか？壮大な窃盗。ビーフ 100% じゃなくて実は合いびき肉だったんだべ。え？分解されてそういうこと？肉の一部が分解されて持ってかれたってこと？おそらく豚が7割、牛が3割もな。俺は騙されねえぞ。すぐに店に戻って店主を問い詰めたべ。そしたら確かに認めたべ。ビーフ 100% じゃなくて合いびき肉だったな。どうなってな。分かったろ、これがキャトルミューティレーションだ。途中から何の話だか。ああ、オカルト否定派なのか肯定派なのかさっぱりだよ。あんたって本当に青臭いよね。ひねえぞ。青臭いと失礼だべ。ああ、あんたって本当に臭いよね。うん、それでよし。いいんだ。とにかくさ、当たるといいよね、その占い。ま、少なくとも俺は人殺しなんてしねえって。うん、私も殺さないよ。ていうか殺すわけないじゃん。そうだな、我もだ。まあ、ここまで残ってる人ってほぼ殺さないよな。私もよ。もちろん僕だって仲間を殺すなんて絶対そんなことしないよ。そんな言葉を掛け合いながら僕らは互いに励まし合っていた。結束、それが多くの犠牲の末に僕らがようやく手に入れたもんだけど、あと二人いるんだよな。だが本当なら深谷や戸上もこの場にいてくれればよかったんだが。でもあいつだって嫌な奴だし、自分のことしか考えないし。性格悪い同士で一緒になっても俺らとは無理だべ。それらの言葉が物語っていた、僕らの結束が抱えている弱さと脆さを。オールオールアポロジーズ。食堂で朝食を済ませた後、僕らは早速探索に取り掛かることとなった。新しく行けるようになった場所、そこに何かあるのかを確かめるために。あー、どこなんだろう。上か。まあ、先に見るんだったらこっちかなって思ったけど、こっちはいけないのか。ざっと見とこうか。多分上だよね。この辺とかは全部あれだしな。上行くでしょ。で上行くでしょ。多分4階なんじゃねえかなとは思うんだけど。
てるんです。何人死ぬかをさ、こう分かった上でやってるような、やっぱいけるようになってるわ。解放のさせ方だよな。ってことはあと一人絶対死ぬんじゃん。希望が峰学園の4階、やっぱりここから解放されたのか。今度こそ何か手がかりを。いや、絶対見つけてる。ここなんだ。情報処理室。ダメだ、鍵がかかってる。ここには入れないみたいだ。廊下に出てる表札によると、ここは情報処理室らしいけど、何があるかまだは謎ってことか。あ、音楽室があるね。こっち行ってみよう。ここは音楽室か。教室給類、その辺のホールにも引けを取らない設備だな。すごいよね。ね、そういえばまだあなたから感想を聞いていなかったわよね。感想？それは男子トイレの隠し部屋の件。あ、それがさ、隠し部屋を見つけたんだけど、そのいざ調べ物をしようとした途端、急に誰かに襲われて。え？襲われた？誰に襲われたの？それが背後からいきなりだったから、顔までは見えなくて、しかも気づいた時には部屋にあった資料の山も綺麗になくなってて。ごめん、重要な資料だったよね。いいわ、平気よ、私はもう見てるから。私は、それにあなたが黒幕に襲われることはある程度予想してたしね。え？だって、私があの隠し部屋を発見した時、黒幕は廊下の監視カメラで見ていたはずよ。私が男子トイレに入ってなかなか出てこなかったことをね。それでもあなたを行かせた理由は、あの部屋が黒幕にとってどんな意味を持つのか見極めたかったから。つまり黒幕は隠し部屋の存在を知っていたのかということをね。どうやら、でもあなたを襲ってまで奪い返したということは、あの部屋は黒幕にとって想定外の手がかりだったよね。じゃあキリギリさんは僕が襲われることを承知で。別にいいじゃない。それぐらい平気でしょ、男子なんだから。男子を何だと思ってんだよ。分かったよ、じゃあいいけどさ。いいのかよお前も。だったらついでに聞いておきたいんだけど、あの隠し部屋にあったメモのことは知ってる？こっから出てはいけないってメモ、あれを書いたのって。その話は今ここでしない方がいいわ。そう言いながら、キリギリさんはチラリと横目で監視カメラを見合った。それは、私も調べてる最中よ。もう少し詳しいことが分かったらその時に話すわ。いいわね。それでいいわね、決まるよ。いいわねって聞く割には有無を言わせないような態度だな。じゃあ次はあなたの番ね。あなたの秘密を聞きましょうか。あ、秘密？私は気づかないとでも思った？あなたは何かを隠してる。そうなんでしょ。それは何？どうしたの？監視カメラが気になるならこっそり紙に書いてもくれてもいいのよ。それはねえ、仲間なんだから信じて話すべき。あなたが私に言った言葉だったわね。確かに仲間同士に秘密は良くないけど、だけど確証を得ない仲間の疑惑にむやみに話すのはもっとまずいよな。いや、ごめん、普通に言うつもりだったんだけど間違えた。ごめん、今はまだ言えないんだ。そう、それがあなたの答えなのね。でも卑怯だとは思わないの？人の話は聞くくせに自分の話は言わないなんて。ごめん、本当に。いいわ、もういいわ、ね、さようなら。突き放したような別れの言葉を残し、キリギリさんは僕の前から去っていった。怒らせちゃったよな。しゃあないね、間違えたからね。完全にこれはグランドピアノか。人気入ってるし、もしかして結構な値打ちのものなのかも。でも弾いてくれる人がいないんじゃ意味がないよな。月光とか弾いたらなんか扉が開くかもしれない。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。